今あの一休の中の食事どころに来てます。今からメニュー見てみます。午前です。天ぷら午前、一休午前しましょう。チャーミトンってやつ、生姜焼きうまそうやな。唐揚げ定食結構ボリュームがあった。これ茄子味噌定食、ミックスフライ定食、だいたい弥生軒ぐらいの値段設定やな、うん、サーモン、海鮮丼、鉄火丼、ご飯大盛り100円やって、三元豚のカツ丼、エビ天丼で、ミニ丼もつけれる、天ざる、山かけ、うどん、こっちもうどんやな。あ、これ頼んだ、俺頼んだがこの黒カレーうどん、でつまり普通のカレーうどん頼んだ。その待ち時間にとってます。ラーメン、チャーシュー麺うまそう、安いな、700円とか。味がどうか、専門店とどれぐらいっていうのがあるような。カツ丼、とろろ鉄板焼き、豆板焼きって何やこれ。あ、おつまみやね、ビールと一緒に。わ、手羽うまそう。こんだけいっぱいあるの、手羽。ここは単品やね。サラダもある、寿司もあるな。ざるそば1050円、あ、握り寿司とざるそば1055円、これもさっぱりしてる。お子様もカレーセット安い。あ、甘味もある、491円。そんな高くない。あ、終わった、終わりましたね。終わった、うん、あとはもうカレーうどん待ちやわ。カレーうどん待ち、前食った時めっちゃうまかったよ、カレーうどん。だから今回も多分うまいと思う。俺は中辛にしてん、うん、まだかなって感じ。その中辛結構前も中辛じゃなかった。いや、前は普通の辛、普通でいったと思う。じゃあまたあのカレーうどん来たら取ります。はい。